はい、今日はブレイドについて語っていきたいなと思います。ブレイドに、ちょっと送りたいメッセージはね、まあ、東海サミット今回パークステージに出てくれることになりましたけどね、これですね、ドン、もう100ドン引きさせてもいいから思いっきりやってくれと、やってもいいぞと、許可ですよ、どうぞ好きにやってくださいとね。まあ、彼今ちょっとね、ちょっとバンドっぽい形というかね、そういうギターかな、ベースだったかな、ちょっとすいません申し訳ない、忘れちゃったんですけど、そのいわゆる弦と、ボーカルという形態でね、やってるんですけど、うん、なんかねやっぱちょっとロックっぽいですよね、今の彼のライブって。もしかしたら僕たちとかのこういうヒップホップとかそういうそっち系のポップスとかそういうお客さんに対して、まあ、ジャンル違うのかもしれないけど、ロックのライブハウスとか行った方がハマるかもしれないんだけど、でもいいんですね。それでこの前ね、シーモン&アーズの僕のねライブツアーでフロントアクトというか前座で出てくれて、で会場によってはお客さんうんともすんとも言わなくてドン引きさせてましたよ彼ね。だけどそこが逆に俺はかっこいいなと思ってね、うん、なんかそのもう吠えてるというかね、なんかマイクを犯してるみたいなね、なんか本当にそういったパフォーマンス でその終わった後にイベンターさんにお前全然ダメなんだよって絞られているブレイドを見てなんかちょっと切なくなりましたけども、でも俺はいいと思うね、彼らしい個性っていうか、いつも髪の毛の色であったりとか発言であったり突拍子もないこと言ったりとかね、昔で言うとブリジットのボーカルでやってましたよ、ブリジットの中 のラップとかやってて、で彼その時からラップもできて歌も歌えるしね、ダンスも踊れてってことで、あすげえニュージェネレーションというかすげえやつだなと思ってましたけど、で、まあ、そこからどんどんなんかこのなんだろうな、いろんな世間に対して毒つくようになったりとか、ちょっとそのね反骨精神というかね、そういうものが前面に現れるライブになってて、でもね本当は 気が小さくていいやつなんですよ、本当にいつも吠えててなんかバーローみたいなそんな感じ言ってますけど、めっちゃ気の小さいやつなんですよ、はい、まあ、そこが可愛くてもう俺は大好きなんですけどね、うん、まあでもだからもうステージの上では遠慮する必要ないので思いっきりやってね、盛り上げても盛り上げれなくても思いっきりやってくれれば俺はそれでね、ブレイド魂を見せてくれればいいかなと思ってます、はい、昔ね名前を考えてくれと、よくそういうこと言われるんですよね、自分の MC ネームつけてくれって言われて、で俺がよしやばい名前つけてやるよって言って、お前は今日から MC アナコンダだとね、つけましたよそしたらありがとうございますとか言って、でも本人ちょっと嫌だったんでしょうね、あいつの飼ってる亀の名前がアナコンダになりました。自分の名前ブレイドってかっこいい名前になって、お前亀の名前になってんじゃねえかって言って、なんでアナコンアナコンとか言ってね、可愛がってくれてるだけまあいいかなと思いましたけどね、まあ、俺は結局亀の名前をつけることになったのかというね、そういうことでございますけどね、はい、まあブレイド当日のライブ楽しみしてます、よろしくお願いします。ということで今日はブレイドについて語らせていただきました。